神奈川県立小田原高等学校は、神奈川県小田原市城山に所在する県立高等学校。1900年神奈川県第二中学校として創立された。略称は小田高。神奈川県で2番目の旧正中学校、神奈川県第二中学校として1900年に設立された。所在地一帯は、八幡山と呼ばれる場所で、中世には、 小田原城が存在した場所である。五代目新校者建設の際、建築予定地から中世の堀跡など城の遺跡が発見されたため、建築が延期になった。一部市民団体などから、高知の遺跡公園化を求める声も聞かれたが、現地での新校者建築が決まった。高知の南側には、白樫楠クスノキなどからなる商用樹林が広がり、 1971年3月30日に神奈川県立小田原高等学校の受賞として神奈川県の天然記念物に指定されている。2006年度から2012年度までは入学者選抜の後期選抜では学力検査で国語、数学、英語において学校独自作成問題が導入されていた。また2007年には 神奈川県教育委員会が県立高校の進学実績向上という目標を明確化するため学力向上進学重点校10校を指定し小田原高校もそのうちの1校に選ばれた現在は学力向上進学重点校エントリー校となっている百段坂とその上からの小田原市街の長望鉄道バスこの記事はプロジェクト学校 高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。